はーい、こんにちは、たくまんです。コズミックサマークエスト、フリーキーフライト、こちらを完全攻略していきます。はい、そしたらね、今回のクエストは、クリエイティブモードのフリーキーフライトですね。はい、ゲームの選択画面から、ここ、フリーキーフライトを選んでいただいて、ゲームを始めます。はい、そしたら一つ目のクエストは、フリーキーフライトでコインを使って自販機のアイテムを購入する50個ですね。50個買わないといけないんですけど、このね、武器の弾はね、1個たった5ゴールドですので、この辺を適当に買ってれば、かなりね、簡単にクリアできると思います。OK。そしたらね、こんな風にゲームが始まった瞬間、もう40個買うことができます。そしたらね、コインがゼロになったら一旦敵を倒しに行きましょう。はい、二つ目のクエストはこれ。X4 ストーミングに乗って、5000メートル移動するですね。5000メートル、おとと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 。5000メートル結構長いね。まあ長いけど、多分、ボケーと乗ってたら勝手にクリアすると思う。まああまり敵がいないところで、うろうろしててください。はい、このね、自販機でアイテムを購入するのと、この X4 ストームイングに乗って5000メートル移動するのは、これはね、多分誰でも簡単にクリアできると思います。問題は、この X4 ストームイングの使用中に、プレイヤーを撃破する25人なんですよね。これがね、この飛行機に乗ったままこうやって敵を狙うのがね、めっちゃ難しいんですよね。まあ、もちろんね、飛行機に乗ってないね、歩いてる敵を撃ってもいいんですけど、それでもね、当てるのめっちゃ大変ですね。はい、ということで、飛行機を操縦したまま敵を倒すのはね、めっちゃ大変ですので、じゃあどうするかというと、はい、この飛行機で敵の陣地まで行ったら、はい、こんな風にね、敵の陣地にある飛行機に乗ってすぐ座席を変更して、それで敵を倒します。オッケー、これでね、カウントされるんで。よっしゃー。はい、これを繰り返してれば、意外と早くクリアできるんじゃないかな。なんか強そうな武器持っていこうか。何しようかな。おー、カイメラの光線銃とかもあるんだ。レーダーもある。まあ、ただ、こういう武器より、なんか、ロケランもいいな。ロケランもいいし、あ、ミニガンもいいっすね。ミニガン結構強いんじゃないかな。オッケー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 。よし、ミニガンで出待ちしよう。出てきた出てきた。おりゃー、おりゃ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 。よし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 。お、誰もこっち気づいてない。気づいた、待った、えっ、いやー。まあこれ前回のチームメイトを復活させるやつに比べたらめっちゃ楽っすね。もう8人キルしてるのかな。あと17人か。よっ、ははは、ごめんよ。なあ、中いる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 。オッケー、11人目出てこい。出てきたー。よっしゃー。おりゃ、いや、スカー買ってから早い早い。おお、なるほどな、なるほどな、なるほどな。そうきたか。うわーうわー。あと1個発見したことがあって、もしね、ここにね、飛行機がなくなっちゃったら、このボタンを押したらね、ぴょいっと飛行機がなんか出てきて飛行機に乗ることができます。あら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 、回る回る回る、勝手に回ってる勝手に回ってる勝手に回ってる。お、いいぞいいぞいいぞ。自動運転、自動運転システム。敵の弾も当たんないけど、こっちもめっちゃ当てに行く。こっち倒した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 。おら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 。なんだこれ。あ、敵も同じことなってる。敵も同じことなってる。何やこれ、何やこれ。やんのか、お前俺とやんのか。あー、しかもこれ 5000m のクエストも勝手にクリアになるじゃん。一個疑問に思ったけど、あんな風に飛んでる飛行機を壊してもキルになるのかな。おら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 。あ、これキルカウントならないんだ。じゃあこのモードほとんど飛行機運転する意味ないな。ちょっとね、一個面白いことを思いついたんだけど、これで、スナイパーライフルを買って、スコープ付きの方ね、この飛行機に乗って、ここで座席移動して、こっから狙えばめっちゃいいんじゃない？こうやって当たるかな？あ、うわ！同じこと考えてるわ。ははははは！見たか？見たか？ 23 人目！神スナイパーだったな。うわぁ！マジで？同じこと考えてるあの人。よーし、スナイパー対決やってやろうじゃないか。これだったら一切飛行機を操縦する必要がないですね。すっ、あ、惜しい。めっちゃ惜しい。
いた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 、そうだ神すぎるちょうどジャンプしてくれた気がする。俺に当てて。敵は死んだことすら気づいていない。誰にやられたかも気づいてないだろうね。狙ってるぜ俺が。なんだあいつ。いたねいたねいたね。オッケー、これでこのミッションクリアです。天才的スナイプ能力じゃないか俺。結構な確率当ててるぞ。ただね、動いてる敵に当てるのは相当難しい。動いてる敵狙うのは相当難しい。一回当たったんだけど。おお、倒したー。はい、ということでこのミッションね、スナイパー得意な人はね、このやり方結構ありなんじゃないかなと思います。こんな風にね、こんな風にヘビースナイパーライフル買って、自分の陣地のね、飛行機の屋根の上に乗って、そこからね、スナイパーライフルで敵を狙っていくと。スナイパーライフルがそんなに得意じゃない方は、敵の陣地まで行って敵の飛行機に乗ってすぐ座席を変更して、ここで出てくる敵を狙ってください。これが、まあ、これが一番簡単だと思います。これで、アサルトライフルとかスナイパーライフル、まあ、ミニガン、なんでもいいけど、自分が得意な武器でね、屋根の上から撃つって、たまにこう座席変更してやるとね、敵はめっちゃ狙いづらいんで、こんな感じでやってみてください。オッケー。飛行機をね、普通に操縦してやったらね、めっちゃ難しいけど、こんな風に、まあ、裏技的な感じで戦えばね、全然ね、今までのね、コズミックサマーテストに比べたらね、だいぶ楽なんじゃないかなと思います。これ敵の陣地も入れるんだ。あ、撃てない撃てない。ここ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 撃てないんだ。Get out of this area. You can't shoot here. あ、英語では、このエリアに入ったら撃てませんよって書いてあるね。出たら撃てるんだ。あ、出たら撃てる。こっからだったら撃てるけど、ここに入っちゃったらもう撃てないらしいね。今クリックをしてるけど撃てないっす。はい、ということでこのクエストクリアすると、なんとキャプテンアメリカの盾みたいな色合いのラップですね。なんかこれもサメの顔みたいなやつなのかな。ちょっとすいません、これが何かわかんないけど、なかなか顔がついてる可愛い系のラップと、いいね、クラウドラマボード、いいっすね。可愛い可愛い可愛い絵柄のやつだ。最後がブレインフリーズ。オレンジ色のアイスクリームですね。よっしゃー。はい、ということで、コズミックサマークエスト、残るとこ、あと一つですね。はい、そしたらね、また3日後、コズミックサマークエストの完全攻略動画を出しますので、楽しみに待っててください。できるだけね、みんながクリアしやすいように、なるべく簡単な方法を見つけて紹介しようと思いますので、ぜひ、また次の動画も見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。あ、よかったら高評価ボタン、高評価ボタンをマジで押してください。あれ、お願いします。よろしくお願いします。高評価お願いします。そうです。